シンシア・マイヤーズはアメリカ合衆国をイオ州トレド出身のモデル女優、米プレイボーイ氏、1968年12月号のプレイメイト。シンシア・マイヤーズは1968年12月号のプレイボーイ氏に掲載された時点では、初の1950年代生まれのプレイメイトであった。撮影は1968年6月。 彼女が17歳の時に行われたが、プレイボーイ氏の方針により、彼女が18歳を超えるまで掲載は待たれた。マイヤーズのグラビアは、彼女の故郷と大きな胸のため、ホルリー・トレドとタイトルをつけられた。彼女の中央、見開き折り込みページは、ポンペオ・ポーサルによって撮影され、すぐに、ベトナム中流米軍のお気に入りとなった。センターホールドは、 1987年の映画、ハンバーガーヒルに登場した。マイヤーズによると、彼女の胸は13歳から発育し始め、プレイボーイ誌出演時には、バストサイズは39インチの DD カップになっていた。シンシアは、雑誌デビューの後、1969年に、ヒュー・ヘフナーの、プレイボーイ・アフター・ダークテレビシリーズに頻繁に出演した。マイヤーズは、また、 何本かの映画に出演した。彼女は、ラスメイヤー監督のワイルドパーティーで、繊細なレズビアンのロックンロール歌手兼ベーシスト、ケイシー・アンダーソン役で主演する以前には、ゼイ、シュートホーセス、ドンとゼイにクレジットされずに出演していた。マイヤーズは、続けて、西部劇、モリー・アンド・ローレス・ジョンに脇役で出演した。1994年に、 NASA のいたずら者によってシンシアのセンターホールド写真がコピーされアポロ12号の宇宙遊泳で宇宙飛行士が携帯したチェックリストに挿入されていたことが知られることとなった。2011年11月4日死去。61歳没。ありがとうございます。